鉄の決意は、HBO のファンタジードラマシリーズである、ゲームオブスローンズの第2章、王国の激突の第3話である。ブライアン・コグマンによって、原作、王狼たちの戦記に基づいて脚本が書かれ、アリク・サカロフが監督した。全2話で始まった出来事が追いかけられる。ティリオンは、アネサー・セイと安闘する。ベーロンは、北部侵略の計画を練り、 シオンは苦悩しながらも父に従う。レンリーはマージェリーとブライエニーがレンリーの護衛に加わる。アリアの一行はラニスター家に襲われ、アリアはジェンドリーをかばい、ジャクエンフイコールガーの命を救う。ティリオンはシェイを厨房のメイドにしてサーセイから隠そうとするが、シェイは従わない。サーセイはサンサ、トメン、ミアセラと食事をし、戦争や、 サンサとジョフリーとの婚約の話をする。その後、次女となったシェイがサンサの元に来る。ティリオンはマーテル家との同盟のためにスエムスコトリスタンとミアセラを結婚させる話をグランドメイスターパイセルにする。次にティリオンはグレージョイ家との同盟のためにシオングレージョイとミアセラを結婚させる話をバリスにする。最後にティリオンはアリン家との同盟のために ロビン・アリンとミアセラを結婚させる話をピーター・ベイリッシュにする。三人にはそれぞれ秘密を守るよう言い、特に摂政大合には秘密にするように言う。サーセーがミアセラをドーンのマーテル家に送る話について、ティリオンを責めたため、パイセルがサーセーのスパイであることが確かめられる。ティリオンはパイセルを逮捕させてローに送るが、その前に、 ジョン・アリンがサーセイとジェイミーの近親相関の件を知っていたことをサーセイに話したと自白させる。ベイリッシュが騙されたことを知ってティリオンに詰め寄るがストームランドでキャトリンに会ってジェイミーを解放するよう説得する任務を与えられる。クラスターがジョン・スノーを連れて戻り、メイヨルのモリトに自分の土地から出ていくように言う。ジオーモーモントは クラスターが息子たちを犠牲に捧げていたことを知っていたと認めるが、クラスターが名ルのモーリとの作戦に必要な存在だと弁解する。ブランは今度はダイアウルフのサマーになった夢を見る。メイスタールーウィンに夢のことを尋ねると、若い頃魔法を研究していた時、もはや魔法は存在せず、ドラゴンは死に絶え、夢は必ずしも正夢にならないと学んだと答える。 自ら体感したレンリー・バラシオン王と、新婚の妻のマージェリー・タイレルは、無実試合で、マージェリーの兄の花の騎士ロラス・タイレルが、タースのブライエニーと戦うところを見ている。ちょうど、キャトリンが来た時、ブライエニーが勝つ。ブライエニーは、宝章として、レンリーの王の盾に加わりたいと願い、レンリーは、認めるが、ロラスは困惑する。レンリーは、自分の十万の兵が、 ラニスター家の兵を破る自信を見せるが、デンリーの兵には、経験が欠けているとキャトリンは指摘する。後に、レンリーがマージェリーとのとこ入りを済ませるまで、ロラスは、デンリーとの成功を拒否するという。だが、デンリーは、マージェリーと成功することができない。マージェリーは、デンリーとロラスの関係をよく知っているが、妊娠するように二人が努力して、バラシオン家と耐えれる家の同盟を固めなければ、 ならないという。ベーロン・グレー・ジョイは、娘のヤーラ、息子のシオンと共に、手薄になった、北部への侵略計画を練る。シオンは、スターク家との同盟を支持して逆らうが、ベーロンは耳を貸さず、グレー・ジョイ家の標語は我ら死をまかずだと思い出させる。シオンは、妖怪のスターク家か、実家のグレー・ジョイ家か、忠誠心の置き所を選ばなくてはならないと、ヤーラは言う。 マヨウシオンは、ロブにベイロンの北部侵略計画を知らせる手紙を書くが焼き捨て、父に従うことを決める。忠誠心を示すため、鉄諸島の主要な神である、敵心の名のもとに、洗礼の儀式を受ける。ヨーレンは、自分が、名誉の森とになった行き札をアリアに話す。直後に、近くで、戦の角笛が鳴らされるのを聞いて驚く。ラニスター家の旗たの絵も、ヨーレンが拒否し、 戦闘が始まり、ヨーレンとその仲間は殺される。戦いの最中、ジャクエム・フイコールガーと二人の囚人が檻の中で消死しそうになり、アリアは斧を渡して三人の命を救う。ローチは生存者をハレムの王妃に連れて行くよう命じるが、怪我をしたロミーは歩けないと言って殺される。ローチは生存者にジェンドリーを刺すよう迫るが、アリアは死んだロミーがジェンドリーだったと言って、ローチを騙す。 シリーズのストーリーエディターである、ブライアン・コグマンが、原作、第2部、王、狼たちの戦記に基づいて、脚本を書いた。第15、18、20、23、26、そして29章がカバー、されているが、全2話で描かれなかった第3、9、21、24、25章の一部もカバー、されている。鉄諸島のシーンは、ドラマのために書き下ろされた。 シオングレイジョイの忠誠心の変貌を描くために、シオンがロブに手紙を書いて焼き捨てるシーンと、パイクの浜で洗礼の儀式を受けるシーンを書き下ろした。これらのシーンにはほとんどセリフがないにもかかわらず、最も誇りに思う場面であるとコグマンは語っている。三世と子供たちの食事のシーンが、結婚が話題に上るミアセラが誰なのかを視聴者に知らせるために、加えられた。最後のシーンも、 ロケーションの都合、スケジュールの都合、そして子役の時間的制約によって、原作から書き換えられている。コグマンの第一項は原作に近く、アリア、ジェンドリー、ロミー、ホットパイが逃げ出してから捕らえられるよう書かれていた。だが二つの出来事はまとめられることになった。アリアとホットパイが、ウィンターフェル、ホットパイ、と叫んで戦う。 原作の中でも好きなシーンをカットしなくてはならなかったことをコングマンは残念があった。マージェリー・タイレルは原作では15歳であるが演じるナタリー・ドーマーはシーズン2の撮影時点で29歳であった。マージェリーの役は膨らまされ、ドーマーは主要キャストの一員となった。ブライエニー役にはが選ばれた。原作者でプロデューサーのジョージ・アール・アール・マーティンによれば、 クリスティの選考には議論の余地がなかった。1.91メートルの高身長によって、早くからファンの間では彼女をこの役に望む声が多かった。グエンドリーもこの役のことを知っており、高い身長と両性具有的な外見によっていじめられた経験は、役作りに役立つと考えた。トレーニングによって体を鍛え、男性的な部分を出すために中性的な服を着た。 逆に選ばれた後は、トレーニングを続けるとともに、検討と乗馬の訓練を受け、最後には長い髪を切った。これにはショックを受け、次の日は、ホテルの部屋で一人泣いた。レンリー・バラシオンの陣のシーンが撮影された北、アイルランドの海岸レンリー・バラシオンの陣のシーンは、北アイルランドの海岸沿いで撮影された。視聴者数は、安定し、初回放送では380万人が、 同夜の再放送も含めると450万人が視聴した。ヒバード、ジェームズ、HBOS ガールズ、スターツモデスト、スローンズ、レーティングスステディー、エンターテイメントウィークリー、2012年5月22日、閲覧。ありがとうございます。